関西ダービーは日本プロ野球のセパ交流戦において大阪府、兵庫県を保護地域とする阪神タイガースとオリックスバファローズが対戦する試合で使われる故障である大阪ダービーとも呼ばれる2004年までプロ野球ではセントラルリーグは阪神1チームのみパシフィックリーグでは阪急ブレーブス、オリックスブレーブス ブルーウェーブと大阪近鉄バファローズの関西勢対決が行われてきたが2004年にオリックスと近鉄が合併し2005年以降はセ・パそれぞれ1チームずつとなった2リーグ分立以降公式戦では日本選手権シリーズを含めて阪神対オリックスの対戦は一度もなかったが2005年にセ・パ交流戦が導入されるとこの2チームによる 直接対決が実現した。なお、オープン戦ではリーグ関係なく対戦するため、この2チームの対戦も多く、オープン戦内では戦前から BK 機半身対半球定期戦や KTV カップ半身対オリックス定期戦としても長年対戦している。両チームのホームスタジアムは以下のようになっている。 オリックスバファローズ、31勝3分28敗。阪神タイガース、28勝3分31敗。ありがとうございます。